こんにちは、ポコタです。今回やっていくのは VHS スローターというゲームですよね。ゲームですよねって誰に聞いてんだ俺は。まあ昔はね、レンタルショップに行って、まあ1週間に1回ぐらいホラービデオをですね、5本ぐらい借りて見ていたんですけれども、いつの間にかね、そういうレンタルショップ行かなくなりましたね。近所にツタヤが一応あるけども、ほんと、全く。ね、なんか最近はネットでいろいろ見れたりもするからね。ネットフリックスなんかもあるから。まあご利用されている方もやっぱりいらっしゃるかな、これを見ている方には。VHS なんてね、もう置いてないんじゃない?ね、なんかそんな懐かしいというか、ちょっと画面を見る限りは、今年発表されたゲームとは思えない画質のものなんですけれども、どういった内容なんでしょうね。まあ、あらすじを軽く見ると、まあ、ごく普通の大学生が地元の VHS ストアで働いて、まあ自分と家族を養うために、まあ、稼いでると。うん。で、まあありふれた退屈な夜がですね、店の外で見つけたテープを、拾った瞬間にですね、まあ悪夢へと変わっていくと。好奇心から彼はそれを再生して中身を確認することにしたと。まあ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 、ホラー的な展開としてはありがちな感じもしますが、そこがまたいいというしかない。はい、やってみましょうか。なんか日本のね、とあるゲームのオマージュ的な感じも雰囲気からすると察せられますね。まずはいいでスタートと。おお、ローディング。お、これはスナップ。ほう、あ、はい。ファイアモア。はあ。ファイアモアっていうのが自分が働いてるお店なのかな?これマウスのこの感度がなんか。ああ。これなんか選んだりできるのかな?特にできないですね。あ、これ何?いい。ああ、開く。中身は何もないけど。あ、じゃあなんか選べるところはさっきの E が出てくるのかな ?E。え、嘘。嘘。今なんか水の音がしましたけど、もしかして壁の向こうから操作しちゃった?はいはいはい。なるほどね。多分ここだったんだろうね。さっきのは。でもこっちからだと選べないんだ。トイレットペーパー転がりすぎじゃない?転がってるというか積みすぎじゃない?洗濯機。なかなか立派な、ありますね。乾燥機なのか洗濯機なのかよくわからんけど。いやいやいや、全然、なんか、あらすじを読む限りはちょっと苦学生的なイメージもあったけど、いい部屋に住んでますね。ね、普通に、ああ、なんか勉強もはかどりそうな感じがしますが。これは?ん?なんか今、いいって見えたぞ。ん?調整が難しい。閉めるだけかい。閉めるだけかい。ラジオ。ラジオだよね。ラジオももう聞かないよな。高校受験の時とか聞いてたかな?聞きながら勉強してた気がする。うん。ここから私はどうすれば。あ、でも多分、あれだよね。仕事行かなきゃいけないね。仕事行けなきゃいけない。行かなきゃいけない。特に、コンロが4つってすごいね。なんかいろんな料理を作りたくなりそう。なんていう風に住み始めた当初思うんですよね。まあすぐやらなくなるんですけどね。まあお湯沸かしてカップラーメン作るぐらいですよ。ああ、これ何?なんか置いてあるよ。これ食べないの?食べない。さあ、さあ、あまりこの部屋でできることはなさそうだと判断したので、出たいんですけど、どっから出るの?どっから出るんだい?これは。え?出口どこ?これか?ここかな?来た。イエス。おお、外ですよ。自分が出てきたのはどこですか?これ。あ、これ。
あ、普通の一軒家的な感じなんだ。一瞬アパートかなんかかなとか思ったんだけど。んで、徒歩で行くのか、徒歩で行くのか、わからんが、そういうことなら歩いて行こう。道路のど真ん中を行ってやるぜ。引けるもんなら引いてみろ。あ、バス拾っていかないと遅れそうな感じってこと？バス。バス停はどこにあるんでしょう？道路のど真ん中歩いてるけどね。バス停どこですか？曲がってみるか。ないけどね。バス停らしきものは。これエンジンかかってる？音がするけど。これ盗んでいけるとかないの？ライトついてるよ。乗せてってください。乗せてってください。もしかしたら車の中でカップルがいるのかもしれない。おっと？こっちでもないんだ。こっちでもない。走れるんだっけ？おお、走れる。これもう走って急がないと、こんなうろちょろしてたらもう遅れるよ。あ、これじゃん？これじゃないの？これ。ほら、来た。あ、申し訳ない程度にこう、椅子がありますね。で、お、急に、お、あ、バスだ。お、バスが来た。すごくね。これバスどっちから乗る？これどっちから乗るの？これ。お、あ、びっくりした。びっくりした。クラクション鳴らされた。あ、着きましたよってこと、これ。着きましたよの合図、今のクラクションは。そして私は何をすればいい？お、ここからが始まりといった感じですか？2020から2023年。ほー。車が2台止まってますね。これはお客さんか？それとも、日勤の方なのか？日勤といっても今何時？何時交代？多分主人公は夜勤ってことだよね。この時間にうろちょろしてるんだから。昼間は大学だろうし。まあ、もしくは日付が変わるぐらいまでお仕事なのか。私もコンビニのアルバイト夜勤とかしたりもしましたけど。いや、夜勤楽しいですよね。客来ないし。もうバックヤードでこうね、本を、お店の本を読んでたりね。返本するやつ。もう売れないようなやつね。店頭に出せないようなやつを。まあ、特に漫画がすごい好きとかそういうあれでもなかったんだけど、週刊誌好きとかね、そういうのもなかったけど、なぜ時間がたっぷりあるからね、ああいうの読んじゃうといろいろね、面白いんですよね。いざ読んでみるとね、いろんなことがあんまり好き。うわ、はい、ああ、なんか走ってきましたけど、走っていくとこ見えなかったけどね、音だけ音だけ聞こえましたけどね。お、なんかホラーっぽいポスターが飾ってあります。誰もいませんよ。ああ、なんかビデオいっぱい、これ全部 VHS しかないのかな。あ、ニューホラーセクション、実際選んだりはできないの？なんかいっぱい置いてあるね。うん。全部同じビデオに見えちゃうぞ。同じビデオに見えちゃうぞ。なんか昔懐かしいゲームみたいな、そんなグラフィックですよね。はい。そして、ここってホラーしか置いてないの？もしかして。まさかの。これ誰もいませんよ。おーい、あ、なんかできる。あー。なんか今頭に覆いかぶさってこなかった？これ。ああ。どこに行けばいい？おお！なんかピンポンって言った、ピンポンって。え？急にもう俺働かなきゃいけないの？これ。あ、ピックアップって。はい。あ、返しに来たとかそういうことですか？あなた。え？
え、なになになに、なに、いやもう、ね、なに、それともこれ生産するの、どっち、日本みたいに袋に入れないんだね、テープをね。日本だとさ、テープとか、まあテープはわかんない、 CD とか入れると思うんだけど、出てってやろうか。おい、なんだ。ああ、はい。あ、旦那さんが借りてきたんだ。借りてたのを返しに来てくれたんだ。ありがとうございます。うん。あ、そんなに気に入っていただけたようですね。ロマンティックムービーズ。あ、ホラー以外も置いてあるってこと？うん、え？ We are alone in the house。これなんて書いてんの？なんて書いてんのね。へへって書いてんの。なんか字が荒くて読めないんだけど。うん。ああ、夜だからね。夜だから。あ、この人、オールドレディ。結構年配の方なのかな？ちょっとグラフィック的にはよくわからんけど、そうなんだろうね。一瞬男かと思ったけどね。うん。まあそうだね。夜遅くの外出はあまりね、推奨されませんね。そんなこと言ってたら働いてる俺はどうなんだ？はい。はい、はい。うん。いえいえいえ。お気をつけてお帰りください。あ、帰ってったね。で、これどうすんの？このビデオ。このビデオどうすんの？一旦ちょっと開ける。あ、これ何？ Hey man。あ、あ、早上がりしたってこと？あ、デート。デートがあったから早上がりしちゃったよと。はい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 。え、ゴミ出しとけって？ああ、まあ、そのデートの結果は明日にでも教えるよ的な感じなのかな。で、あ、これか。これを選ぶのか。はい。わかりました。ゴミを出しとけと。これは、このビデオはどこに置くのよ。え、このビデオはどこに置くの本当に。あ、これ何これ？いい。なんか、あれもこれも持ってるけどね。あ、これロック。ちょっとゴミ捨てにビデオに行って、俺は何する？どうすればいいこれ？あ、ここにいっぱいビデオあるじゃん。ここに置けないの？返却された。置けない。置けないんだな。あ、ややこしいな、これ。あ！またなんか来たじゃん。嘘やろ？ちょっとお前待っといて。ちょっと待っといてよ。え、これどうすればいい？難しいな。とりあえずゴミどっか捨てられない？ゴミは思ってたよな。ゴミ。ゴミにビデオテープ持ってて、だいぶ怪しい人間、あ、向こうで待ってる。ここら辺だろ。え、違うの？これゴミ箱じゃないの？あれ？どこ？ちょっと走るぞ、俺。あれ？ゴミ捨てると、あ、もしかしてこっちかな？これっぽい？これも違う。あ、あ、これでゴミは消えた。一つ一つちょっとクリアしていかないと、何が何だかわかんねえや。ビデオはどこにやるの、これ。え？こんな謎なことってある？ちょっと待ってね。ちょっと待って。ビデオしまいたいからちょっと待って、お客さん。ここら辺に置くんじゃねえのか。もしくはこっちだよな。え。でも置けないしね。置けない。パソコン。ええ。そんなことってある？ここ？ここに何かある？あ、トイレ。まさかトイレに、あ、クローズって書いてるわ。とりあえず来ましたけど。はい。今度ロブさん。
ロブさん何ですか？うん。はい、今夜、彼女と映画が見たい。あー、え、お金がない？え、どういうこと？え、テープ、テープ欲しいって？はぁ、なんかふざけたこと言ってる気がするぞ。カモンめで、はぁ、なんだと？うん。はい、一人で働いてますけど。うん。なんか捨て台詞を吐いて帰ってったね。お金ないんなら来るんじゃねえよ。あれで結局このビデオは、あ、My shift is finished。あ、そう。このビデオずっと持ったままですけど。こっちに返すとかじゃないの？裏側どこにも置けなかったけど。そしてあの表に止まってる車は一体何だったんだ？これあれかね？もうこのまま帰っちゃっていい？帰っちゃっていい？このまま。ビデオ持ったまま。シフトの交代とかもね、誰にも何もしないんだ。引き継ぎとかね。まあ、あの手紙残ってたけど、手紙残ったけど、店開けたままってどういうことよっていう話ですよね。え？何もできない？え？本当に？微妙な調整が必要なのかな？まあ、そこまでする義理はないな。もう帰っちゃえ。帰っちゃえ。多分ね、あれ今ビデオどこかに消えました。どこかに消えました。まあ、気にせず帰っちゃいましょうか。なんかあの、シフトの時間終わったとか出てた気がしたから。またバス捕まえればいいのかな？それとも道路歩いて帰れたりする？おう。おー。ってことはやっぱこっちかな？あ。何かに反応してるんだな。おー、カモンダウ。何が？また遅れそうってこと？はあ。二日目って感じかな？二日目って感じですよね、これね。でも別に何かできるわけではおそらくないんだろうな。うん。多分壁の向こうからまた水流せるんじゃないかな。すっごくそんな気がする。ディディン、ディディン。できない？ほら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 。ほら。壁の向こうから。さて。出るか。これも結局、テレビ見れたりもしないよね。個人的には見てみたいけどね。うん。出るか。行こうぜ行こうぜ。はい。で、またバスに乗っていきましょう。バス停どっか忘れちゃったけど、あ、でもこっちか。普通にまっすぐ行けばあったよね。自分で学費とかも稼いでんのかな？こうやってね、夜、勉強とか大丈夫なのかね？いつ寝てんだろう？授業が終わって寝てるから、ギリギリまで寝て遅刻しそうになってるみたいな、そんな感じなのかな？はい、まあ、向かいますか。おう、これは？またしても到着した？さあ、相棒と会えるのかな？昨日はね、なんか彼女とデートだって言って、会えなかったんですが、うん。誰もいなさそうだね。まさかの。いいの？このお店。こんなんで。はい。ヘイ、グレッグ、え？
イッツマット。俺の名前はグレッグってことかな？あら、また早上がりしてる感じだね。ああ。あ、うまくいったとデートは。メアリー俺のこと好きっぽい。はあ。カメラ。カウンターの上側からカメラが見れると。あ、またゴミも出しとけと。自分それぐらい早上がりするんだったらさ、ゴミぐらい出しといてくれればいいのに。カウンターの、あ、これか。ああ、そう。なんかあんのかな？なんか、いきなりカメラの話されてもね。で、またこれゴミ捨てに行くと。うい。で、お客さんが来ないうちに捨てに行こう。昨日はね、あたふたしちゃったもんね、初日だから。バイト入ったばかりかよ、みたいなね。新人さんかよって思われちゃうよね。いや、新人ですけどね。でもゲームの中のね、グレッグだっけ？私は。グレッグは多分ベテランなんじゃないかな、それなりに。一人で任されてるぐらいだからね。さて、あとは何すればいい？カメラの話をされたけど、なんか、見た方がいいのかね？特に何か映ってるわけではない。うん。まあ、あんまりカメラだけ見てても退屈だよね。なんだったら後ろにね、ビデオを見ながらお客さんが来るのを待つとかでいいんじゃない？いっぱいあるしさ。テレビも、あれ？テレビなかったっけ？あ、でも、来た。お客さん。お客さん来た。はい。ああ、来た。なんか体のバランスが。あ、ビデオ。はい。で、あなたは？何？ハロー。はい、こんにちは。ああ、ホラーテープ。はい。ありがとうございます。お、よかったと。あ、え、進めたんだ、俺が。はい。まあ、おすすめなんですよ、このね、3本。うん、なんか知んないけどね。チャッキーとか、ああいうやつかな。俺が進めるとしたら。お、スラッシャーストーリー。ああ。うん。首ちょん切りたいみたいな。なんか猟奇的なことを言ってる気がするぞ。なあ、冗談だと。ほう。まあ、ホラー映画を見た後だからね。そういう気分になるのかな。普通ならないけどね。普通ならないけどね、そんなね。怖い感情は抱かないですけどね。何？はい。クローゼット。ああ、また冗談だと。なるほど。ちょっとこう、悪趣味な冗談を言う人ですね。はい。あ、腕がなんかオラウタン並みですけどね。まあ、何はともあれ、おすすめしたビデオが気に入っていただけて、よかったですね。はい。そんな店員さんとの会話ってあるのかね。まあでもこう、ホラー映画が、ホラービデオが、何？誰か来た？ん？故障ですか？なんかすんげえなってるけど。ポルターガイスト？こんなのあったっけ？あ、ビデオだ。ビデオだ。ビデオ。もう何回言うんだ俺。ビデオを拾ったら音が止んだ。怖っ。まあでもこれだけだったらね、なんかお客さんが落としたのかなって思わなくもない。ちょっとね、うちのビデオなのかどうかちょっと、パソコンで検索して、した方がいいんじゃないかな。え？なんか光ってた今。気のせいか。でもこれ自体は何もないよ。ああ、これもしかして何か見逃しちゃったりしたのかな？誰かがね、店の外とかにビデオテープを置いてったとか、あるのかもしれん。そしてこれどうすればいい？これどうすればいい？何気なくこう、手に持ってますけどね。
で、とりあえず、これも返却とかできるのかね？できない？できない？できないのか？できないのか、何も。え、またこの、なんだろうな。これどうすればいいの的な感じになっちゃうけど。てっきり拾ってど、あ、どっか戻すのかなって思わなくもないけど。何もないね。ビデオ的にも何もない。しばらく見てた方がいいの？いや、何もなさそうですけど。何も起きませんよ。あかん、これは。これは起きません。帰る準備とかした方がいいんじゃないの、これ。もう今日はお客さん一人来たからね。もしかしたら見えないお客さんも来たかもしれない。ビデオ持って帰っちゃえば。これ勝手に帰ったりとかできる？あ、ああ、帰れた。嘘でしょ？あのビデオ本当何だったんだろうね。あれ？別に持ち帰ったわけじゃないのか？ねえ。一瞬持ち帰ったのかなって思ったんだけど。急に家まで来ちゃったから。でもそんな感じではないですね。何も持ってなさそう。はい。何もないね。そして、また行けばいいのかな。リディン、ほら。ほら、あ、雨だ。雨がしとしとと。そんな日もありますよね。バス停まで近くてよかったね。これぐらいだったらそんなに嫌じゃないかな。仕事先がね、結構歩かなきゃいけないとかだったらちょっときついけどね、雨。めんどくさいじゃん、傘さすの。傘さしたところで濡れるのは濡れるしね。風とか強かったら最悪だもん。はい。さっきのビデオテープがどうなったのか知らんけど、とりあえず、また、働きに行きますか。もう働いてるとは言えないよね。さばく客が一人とかだったらさ、あんまり、まあ、美味しい仕事かもしんないね。もう時給いくらか知んないけど。時給とかあんのかね。これ海外だよね。さあ、マットまたいないんじゃないの。メモもなくなってんじゃん。ゴミもないわ。ああ、じゃあどうしろと。どうしろと。ん？あれ？あれ？なんか人影があるような気はするね。あんな、あれ人影かな？ちょっと見に行ってみますか。人影のような気がしたけど。気のせいかな？気のせい。だいたいあのカメラどこ映してんだろうね。実はそれがよくわかってないっていうね。特に何かあるわけじゃないな。まただだわ。またビデオだわ。そんなことある？これ登れないのかな？登れないのか。まあ、登って何がしたいっていう話ではないんだけど。っていうかさ、マットは？マットは？のろけ話かなんか聞かせてくれるんじゃないのか、マット。ええ。どうすればいい、これ。このビデオどうすればいい？あのバックヤードのさ、あれで見れないの？これ何？あ、あ、
入れれるじゃん。おお、おお、びっくりした。ピック、はあ、早いな。おお、ちゃんと映るんだ。あ、え、うそや。あら、何かが行われてます。あ、終わっちゃった、終わっちゃったわ。もうちょっと、もうちょっと欲しかったな。もうちょっと欲しかった。そんな、ああ、お前いつの間に。びっくりした、なんだその T シャツのマークは。びっくりしたわ。え、しかもこれ、あれ、これ、あれ、なんだ、へい、どうした、はい、え、買ってくれるんだ。ブレイドウォーカーとウィニングってやつ、へへへい、へい。え、いや、誰も見かけませんでしたよ。はあ、はあ、なんか怪しい人物がいたのかな。ジャンキー。うん。気をつけて帰ってね。その人になんかね、いたずらされないように。マジで、そんなに怪しい人がいたの？え？もし俺だったら、すぐ帰って、警察も呼ぶかもしんない？ああ、本当にご忠告ありがとうございます。あ、ビデオ撮ってたね。マジか。じゃあ、怖いから帰ろう。これ店長とかに怒られるよね。怖いから帰りました。なんかすごい、ね、中、あ、I think he's right。やっぱあのビデオに映ってた人影みたいなのが怪しかったってことでいいのかな。しかもビデオテープ落ちてるし。本当にクビになっちゃうよ。え？バスも遅れてんの？やだな。時間通り来てよ。まあでも海外は時間通りっていうのはないのかな。電車とかも結構のんびりしてるっていう話だもんね。日本だとね、鉄道の人とかみんな時計つけてさ、なんて言うんだろう、時計みんなで合わせたりするよね。どこもそうかどうか知らないけどさ、今11時とかって時計みんなでピッて合わせるよね。そんなに時間にこだわるんだったらさ、なんかね、もうちょっとさ、ちょっといろいろ言いたいことあるけどさ、電車を毎日使う身としては、変なところにこだわるね、日本ってね。まあまあ、時間通りに来るのは助かってますけどね、ほぼほぼ。さあ、行くか。これ何の音？え、何の音よ、これさ。あ、ラジオか。止められない。これ止められないの。うるせえ。あ、止められないのか。止められないっぽいな。なんで？何か他にできるわけでもないしな。あ、何これ。違うわ。またか。勝手にあれついてなってるってことかな。これなんだ？あったっけ最初から。ようわからん。うん、気にせず出るか。家の中で起こる怪異はそんなになさそう。あ、出られない。出られないっていうことは俺は何かしてないな。おお、え、え、え、ああ、なんだ。マジかよ。え、
止まった。止まった。なんかこのテレビの画像もおかしくなってるけど。え？あれ、何が入ってたんだろうね。夢だよね、本当にね。ああ、なんもないわ。おー。ちょっと面白くなってきましたね。いや、今までも面白いですよ。ただ、ここ操作がね、なんかね、まったりしてるんだよね、これね。もうちょっとこう、どうにかいじれないのかな、これ。いじれないっぽいな。なんかいじれればいいんだけど、こう、マウスのね、感度が、いまいちこう、僕好みではない。まあ、とりあえず、悪夢は気にせず、またしても行こうか。ここで雨をしのぎながら。さあ来い。来た来た。すごいね。もう待ち構えてたかのようにバス来るよね。どっかであれじゃない？停車して覗き見してたんじゃないの？あのバス停にあいつ来やがった。よし行こう。みたいな。さあ。またクラクション鳴らすんだろう。ほら。クラクション鳴らすっけ？それ日本のバスも鳴らしてるっけ？なんかバスあんま乗らないからな。さあ、今日もどうせ一人でしょどうせ一人でしょ。メモもまたないし、あれ今ピンポンって鳴らなかった？おー、来た来た。はい。何ですか？はあ。どうした？急に。あれ？これ、あれじゃん。一番最初に来た、ローバー。ローバーって言っていいの？はあ。はあ、何が話したいんだ？ジェームス。うん、旦那さん。え？うん。なんか散歩に行って戻らなくなったとかそういうこと？はあ、いつもは7時に戻る。遅すぎる。それ、マジ、そんな相談を、ここに、しに来たんだ。警察行った方がいいんじゃないでしょうか。シリアルキラーパーソン。誘拐した？知らん。ちょっとわかんないわ。俺、しがない大学生ですよ。アルバイトしてるだけですよ。はい。はいはいはい。いや、俺警察の方がいいと思うけどね。いや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 、誘拐も十分インポータントケースじゃないでしょうか。戻るんかい。相変わらずここの登場人物は腕の長さがちょっとオラウータンみたいな感じですけど。いやでも旦那さんが戻ってこないのは心配ですね。一体どうしたんだろう。ここもなんか誘拐が多いのかな？誘拐なのか、単なる家出かもしんないけどね。何もない。何もないな。ああ、また？今度、おーおー、来て来てる来てる来てる。なんか店員一人でね、砂漠っていうのも、別にしんどくはないけどさ、治安上どうなんだろうね。怖くない？はい。ディレックっていうのかな？うん、はい。返品、ありがとうございます。返品？返却？うん。ああ、そうね。天気良くなるといいですよね。はい、さよなら。うん、なんだあの間は。さよならを言った後のちょっとした間はなんだ？気になっちゃうじゃん。見つめてた？でも主人公男だよね。さあ、返したい。これはどこに返すやつ？おわっと。あ、向こう側行きやがった。あ、借りてる。あ、これは俺が言ってんのかな。もう店閉めるよ。店閉めるよ。帰って。動かねえわ、こいつ。店閉めるっちゅうのに。あれ話しかけられそうな気がしたけど。あ、帰ったわ。まあいいや。帰ったんだな。まさか万引きしてないよな。なんか怪しかったぞ、今。ねえ。あ、っていうか。
ビデオ持ってない。そしてなんかワン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 って言ってる。これあれじゃないの？車の、あれじゃないの？ドアを誰かがこじ開けようとしたとかじゃないの？この音ね。どこが鳴ってる？え？どこが鳴ってんだ？え？車？この車？この車が鳴ってる？あ、止まったわ。え、もう何よ。さっきの男じゃないの？違うのか？何にもないけどな。え、これまた、帰った方がいいんじゃないの？仕事を放棄したと思われようとも。帰った方がいいんじゃないですか。あ、まさかどっかにまたビデオテープが落ちてるとか、そういうことか？そういえば、あんまりそこら辺見てなかったね。ちょっと見てこようか。また、新しいビデオが落ちてて、何か素敵な映像が入ってるかもしれない。てっきりここら辺に何かあるのかなって思ったんだよね。なんか音の発生源はこの辺りだったからさ。あ、あった！ありました。ありましたわ。はい。なんだ。やっぱあるんだ。そうなるとあれだね。一番最初に拾ったビデオもなんか中身見れたんだろうな。もう今となってはだけど。これ3本目。はい。見てみましょう。いい。お。お、今度はまた、これ線路があるの？道端だな。なんか爆発音みたいな感じ。激しすぎでしょ、これ。はい。一体あの映像がね、前回のもそうだったけど、どこにどう繋がっていくのかっていうのが、今のとこわかんないけれども、とりあえず、帰る理由はできたかな？怖いんで帰ります。てか拾ったビデオを毎回見ている俺って。さあ、ああ、帰れた。また。またなんか音がするわ。これまた悪夢じゃないよね。これどうにかなんないのか。なんか、映りそうで映らない。止まった。また止まった。うん。これまた普通に出ていいのかな？ないよね、何もね。あ、いける。はい。行きましょう。今日も。雨にも負けず、二日連続の雨とかありえないけどね、もう。もう本当にね、仕事休めって言ってるようなもんだよね。さあ、多分ね、向こうの角で、俺がバス停に来るのを待ち構えてたバスが走ってくるはず。さあ来い。さあ来い。あれ来ないぞ。あ、来た来た来た。ほら。まあ、単純に時間通りに来てるだけっていう話ではあるのかもしれないけど。いや、でも多分きっと運転手は俺のことが好きなんだよ。はい。多分俺をね、ここに送り届けることが生きがいなんだと思うね。だって他に乗ってる人いなさそうじゃない？もうバスの中は映らないからわかんないけど。きっと乗客はね、俺一人しかいない。寂しそうな、こう、ところだもんね。自然豊かといえば豊かだけど。あ、来てる、来てる、来てる。俺より先に店に入るんじゃねえ。おお、オラウタン。まっすぐ来たな。まっすぐ来ましたね。はい、何？
何？あなたは何がしたい？はい。ドン。おう。はあ。え？外に？え？はい。へえ、そうなんだ。お使いを頼まれたのか、いい大人が。はい。何をどう注意すればいいんだ？洗濯を注意しろ的んだ。何か選ばされるのかな？特にここは何もないね。あ、メモがあるじゃん。おう。おい。おい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 。ブレーカー。ブレーカーがある。どこに？外にって今書いてたけどさ、外のどこに？ブレーカーなんかあったっけ？ああ、ちょっと待って待って。ブレーカー。ええー。ブレーカーね。ええー、なんかこれ探してる。あ、探してる間に殴られるとかないよね。これ違うね。エアコンかなんかの。あ、換気扇か。これか。これは？これっぽい？来た。ブレーカーボックス。ん？元に戻った？戻ったと思ってよろしい？あ、戻ったのかな？お店の明かり。あ、今更気づいた。こんなところに自販があるんだ。なんか真ん中あたりのお茶とか、ポカリセット的なものがあるような気がするけど。あ、なんだ急に。おー、あったっけ、こんなの。全然覚えてない。え、それだけ？ちょっととりあえず読んでみようか。あ、あれ？ I can hear them。 地獄から、え、地獄から読んでるのが聞こえる？どういうこと？はい、It's me。 はい。何を決めたの？え、ファイアーマンをやめるのを決めたってこと？え、嘘。ああ、なるほど。犯罪が起こっても警察何もしないし、こんな街嫌気がさしたぜみたいな、そんな感じなの？急にそんな話されても困っちゃうけどね。え、そんなにこの街が嫌なの？そんなことってある？急に。え、そんなことある？いやー、ちょっと待って、どっかにビデオテープまた落ちてんじゃないの？あ、あった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 。危ない危ない。あれ、こないだと一緒のようなとこだな。まさか急に辞めるとかって言われても困っちゃうな。まあ、あのね、シフトの時間帯ずれてるから、まあ、関係ないっちゃ関係ないような気もするけど、どうせいつも早めに帰っちゃうしね。彼女に振られて、やけになってるとかじゃないよな。はい？なんだこれ。お、なんか雰囲気のある、ね、映画とかに出てきそうな。うわ、また。これ何？これチェーンソーか。なんかチェーンソーっぽい音をしたね。猟奇殺人。さあ。帰る？帰る？もうビデオ見たらね、俺の仕事は終わったと思っていいからね。そのためだけに来てる。ここ数日間は。もう客も来させない。
帰っていいの？本当に帰っていい？まあ、多分ここら辺うろつけばね、勝手に家に家に移動しちゃうから。ほら、ほら。あれ、これ普通に起きちゃったな。あれ？なんか何にもなさそうだね。ちょっとしたポルターガイスト的なものも何もなさそう。これもうおとなしく出ろってこと？全然テレビもなんかもう。お。はい。相変わらず。そして俺のこと大好きなバスを待つか。雨も上がっていい感じですよね。雨上がりはね、星がよく見えていいですよね。雨は嫌いだけど、雨上がりは結構好きかもしんない。はい、来た。このバスライトつけてなくね？ライトつけてないよね。ライトつい、そもそもライトついてあるな。はい、こんな夜なんでね、ライトつけた方がいいと思いますよ。危ないですからね。さあ、あ、車がとうとうなくなった。車がとうとうなくなりました。相棒ではないよな。相棒ではないね。彼はもういないんでしょうね。あ、新聞？え、新聞？新聞なんて今まであったっけ？ファイヤーモアって書いてる。え、気になるな。新聞読めないんだ。読めるかと思う。ああ、今度は何ですか？はい。え？俺の名前を知ってる？マット見なかったか？いや、なんか、どっか行ったんじゃないの？はい、どこにも見当たらない。え、一週間も？ああ、もう街出てったとかじゃないの？ええー。ああ。ああ、なんかビデオ借りてけよ。売り上げに貢献してくれよ。共通の友人とかなのかね？それともマットの友達で、まあ同じとこに働いてるから俺のこともちょっと知ってる程度の話なのか。よくわからんけど。とりあえずマット心配されてますよ。みんなにね、連絡ぐらい入れといた方がよかったんじゃないかな。わあ、また来たわ。はい、オラウータン。何、なんか髪なのか帽子かぶってんのかよくわからんけど。え、話しかけられないよ。あら、ちょっと微妙な調整が。いや、もう外に出ちゃえ。外に出ちゃえ。この方が、はい、なんでしょう。え？エクスキューズミー。うん。屋根？屋根？え、屋根の上に？ああ。え、上にいるの？上に、上に、見えないか。見えないな。さすがに見えんわ。しょうがないな。これで上がれるんだ。なんか気になるポイントではあったけどね。コアアップ。はい。これは？これなんだこれ？あら。あら。炎とかナイフとかありますけど。ちょっと。え、
ね、これ寝袋的なもんなのかな。え、ここで生活してる？そんなバカな。だってね、前日雨とかだったし。バッグ二つあるよ。え？ライトもありますけど。え？ここに誰かがいるのは間違いなさそうだが。だがしかし、その人物がいない。あ！ビデオ発見。ビデオ持ってまた、ね。まあ、後で、まあ、店長になり、何なりに報告しとけばいいかな。屋根の上になんか住んでます。屋根の上に人いますみたいな。よくコンビニのさ、天井裏に住んでるような都市伝説あるよね。なんか似たような話があるんだよな。天井裏に住んでて、人がいないときに、人がいないときにっていうか、トイレのね、天井から天井裏に行けるみたいな設定なんだよね、そういう話って。ここら辺から上がってって、で、お店のものを、食べ物とか食べて、あとカミソリとか勝手に使ったりして、トイレで剃ったりして、生活してるサラリーマンみたいな。なんかそういう話あるよね。で、お店の外とかで火事だーって叫ぶと天井裏から出てくるっていう。はい。あー。ルインビー。あー。誘われてるの？誘われてるんだ。なるほどね。なるほど。なるほど。一緒に人をやっちまおうぜ的な。あれ、これ壁の落書き消えてるわ。誘われてる感じでしたね。あのビデオのメッセージを見ると。一緒に街の奴らを片付けて、みたいな感じなのか。これどうすんだろう。帰っていいのかな。ビデオ見たからさ、帰っていいのかな。いい商売だね。ビデオを見れば、あ、はい。なんか画面が変わってるぞ。あ、ああ、どっちに。アンノーンナンバーっていうのはあのビデオの番号だ。最後電話番号出てきたもんね。なるほどね。うん。いや、こっちか。こっちはでも普通は選ばないパターンなんだろうね。警察にっていうのはあの犯罪者の俺を知らせるってことか。あの屋根の上にいた。こっちだと一緒に。こっちの方が面白そうなんだよね。ああ。アブダクター。誘拐者。誘拐？誘拐者っていうのこれ。あれ、終わっちゃったわ。終わっちゃいましたね。VHS スローター。なるほど。最後は犯罪者になるかどうかの選択ができたみたいなところなんでしょうかね。うん。そっか。途中でね、セーブでもできれば、もう片方も見たいなとは思うんですけど、セーブができなかったんでね。もう、まあでももう片方は多分警察に電話して、犯罪者を捕まえましたみたいな、そんな感じで終わるんだろうと思います。で、多分そのあれだよね、一回も会うことがなかったマットっていうのが怪しいよね。うん、なんかこの街は腐ってる的な発想をしてたから。うん、でよく知っている
主人公を誘って一緒にやろうぜ的なことを言ってたんじゃないかなという推測はできますが、まあまあまあ、それなりに面白いゲームでしたね。VHS スローター、皆さんも興味があればやってみてはいかがでしょうか。ではまた次の動画でお会いしましょう。ポコタでした。